F3 戦闘機の開発が本格化しており、そこで IHI 製の XF9 エンジンがその卓越した性能で世界中から注目されていることをみんなは知っているかな？ロールスロイス社がタービンブレードで直面した問題を、IHI がどのように解決したのかも気になるところだな。今回はそんな IHI 製の XF9 エンジンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2035年に日本の F2 戦闘機が退役を開始するのに合わせて開発が進められている。次期戦闘機は、同じく次世代戦闘機として BAE システムズテンペストの開発を進行させていたイギリスとイタリアとの間で、それぞれの研究成果を合体させて共同開発されることが決定したよ。2022年12月9日に英日3国によるグローバル戦闘航空プログラムグローバルコンバットエアープログラム GCAP の設立が発表され、その GCAP を一元的に管理運営して各国企業の役割分担などを調整するのに必要な国際機関として、GCAP 政府間機関 GCAP インターナショナルガバメントオーガニゼーション GIGO JAIGO が2024年中にイギリスで設立される見通しとなっているんだ。防衛省では、敵国となりつつあるロシアや中国の強大な空軍力に対抗するため、それらが保有する戦闘機よりも圧倒的なハイスペックの能力を持つ戦闘機を保有することで、広大な日本の領空及び防空識別圏において航空優勢を確保する方針を立て、第6世代戦闘機に分類される国産戦闘機の開発を進めているな。日本が国内企業のみによる国産開発にこだわる理由として、これまで航空自衛隊が運用する戦闘機には純粋に国産と呼べるものがなく、F4J ファントムや F15J イーグルのほか現在調達が進められているや F35 ライトニング2など、現在はアメリカ製戦闘機を国内企業が日本製作に応じる形でライセンス生産もしくは最終組み立てを行って調達する事例ばかりだったぜ。このような状況で導入された戦闘機は、機体の能力向上やシステムのアップデートなどの近代化改修が必要となった場合にアメリカ政府の承認やし開発元であるアメリカ企業の協力が大前提であり、日本の空自が必要とする能力向上を国際情勢に合わせ自由に更新することができないんだ。また、日本が主権国家としての安全保障政策を持続させる観点から、軍事関連の技術や産業を維持育成しておくことは必須であり、あるいは状況性の観点からも複数の機種を同時並行で運用する形をとっておくことが必要であるなどの理由から、国内技術を中核とする新戦闘機開発を実施しておかなければならないことも次期戦闘機を国産開発とした理由だったな。現在運用している F2 戦闘機も表向きは国産と謳われているが、実際そのエンジンは F2 戦闘機の原型となった F16 ファイティングファルコンに搭載されているアメリカのゼネラルエレクトリック製の F110 を IHI がライセンス生産したものだぜ。さらに F2 の機体の 40% は米国内のロッキード・マーティンの工場の生産ラインで製造された完成部品が日本に輸出されて三菱重工業が組み立てていたため、国産戦闘機であるとして胸を張って主張できるものではなかったわけだ。そこで防衛省では次期戦闘機に搭載される国産エンジン XF9 の開発を目指し、当時の防衛省技術研究本部は第一段階として IHI との共同で、運動性を要求される小型音速機用エンジンの基礎的技術資料を得ることを目的として、空自の T4 練習機に搭載するターボファンエンジン F3 を開発したよ。次に将来の次期戦闘機に搭載可能なエンジンを開発するための先進的な要素技術や、ステルス性能を実証するために開発された先進技術実証機 ADX-TX に心神に搭載する XF5IHI に開発させたんだ。この XF5 はアフターバーナーを備えたターボファン方式のジェットエンジンで推力約5トン推力重量比は 7.8 対1であり、ジェットエンジンの性能を表す指標とも言われるタービン入り口温度は1600度が計測され所定の性能を発揮して見事開発に成功したよ。防衛省の技本と IHI では XF5 の開発成功をもとにして、2010年から次期戦闘機への搭載を目的とするエンジン開発に着手したが、
その際に以下の3つのコンセプトが掲げられ、ハイパワースリムエンジンと呼ばれることになったんだ。そのコンセプトが、世界レベルのハイパワーを有し、戦闘機の高速性と高機動性に貢献する。単に大型化するだけでなく、エンジン形状をスリム化する電動化する戦闘機に対し、搭載される電子装備品に十分な電力を供給するというものだね。そうして8年の歳月をかけて完成した XF9 のプロトタイプ第1号は2018年6月に防衛装備庁に納品され、各種性能確認試験が2020年7月まで実施し、2019年4月10日には最大水力確認試験の様子が撮影された動画が公開されたってわけだな。XF9 というのはアフターバーナー付きの低バイパスターボファンエンジンであり、その最大水力は 11,000kgf でアフターバーナー使用時には 15,000kgf の水力を発揮することが確認されているよ。この水力は F15 や F16 に搭載されているプラット&ホイットニー製の F100 エンジンと比較しても遜色がないどころか、それ以上の性能を持っていることがわかったんだ。また、エンジン内部のファンは3段で圧縮機は6段、高圧タービンと低圧タービン各1段によって構成されており、タービン入り口の最大温度は1800度であることから F100 を上回り、また全長約 4.8 メートル入り口直径約1メートルというのは F100 よりも小さいぜ。そして、小型化されたスタータジェネレータによって 180kW 級の大容量の電力を供給することができ、水力方向制御は後部に装着されている水力変更ノズル XVN31 によって、変更角度全周20度を可能としたな。一方でアメリカの第5世代ステルス戦闘機 F22 ラプターのエンジンであるプラット&ホイットニー製の F119 は最大水力 11,800kgf、アフターバーナー使用時 15,900kgf、タービン入り口の最大温度は1649度で XF9 よりも低く、その大きさは重量 1800kg、 全長 5.16m、 直径 120cm と XF9 よりも大きく、水力方向制御には二次元水力変更ノズルが備えられているらしい。同じく第5世代ステルスマルチロール戦闘機 F35 に1機搭載されているエンジンであるプラット&イットニー製の F135 は、最大水力 13000kgf、アフターバーナー使用時 19500kgf、タービン入り口の最大温度1980度、重量 1701kg、全長 5.59m、直径最大 117cm、燃焼機出口最高温度は1980度ということで、出力では若干劣るものの XF9 の方がよりコンパクトなことがわかるね。このように XF9 は試作段階のプロトタイプとはいえ、アメリカの第5世代ステルス戦闘機に搭載されているエンジンと比較しても遜色のない性能を発揮し、かつコンパクトってわけ。これまで西側諸国のジェットエンジンはアメリカのゼネラルエレクトリック、プラット&ホイットニー、イギリスのロールスロイスの3社が君臨していて、自社ブランドの戦闘機用エンジンを持っていなかった日本の IHI が XF9 の開発に成功した背景には深い理由があるんだ。実は、それら欧米3社のジェットエンジンの部品のうち10から 20% が日本製で、高圧コンプレッサー低圧タービン燃焼機ファンケースなどの他に、タービンとコンプレッサーやファンをつなぐシャフトなどは IHI の製品が優秀とされていることから、世界でそのシェアは7割を占めているぜ。それからシャフトを支えるベアリングや炭素繊維のほか、ファンに使用されるチタンやニッケル元調合金なども日本製のものが使用されているなど、XF9 を開発できるだけの素地があったのは歴然としていたな。実際に次期戦闘機開発が3カ国共同開発となったのも、イギリスのロールスロイスが XF9 と IHI の技術や日本企業の合金製造技術に注目したためと言われているが、日本側からすれば量産化によるエンジン製造コスト低減が大きく期待できるからだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年7月2日から4日にかけての最大でおよそ42時間ほどにわたって、
沖縄県の尖閣諸島周辺の日本の領海内に中国海警局の船舶3隻が侵入したよ。これにより、今年に入って通算で24度目の領海侵犯が行われたと海上保安庁から発表されたな。今回はそんな中国海警局の船舶侵入について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回のケースでは尖閣諸島周辺海域の日本の領海内において、出漁した日本の民間漁船2隻を追って、中国海警備局の船舶3隻がその漁を妨害する目的で領海侵犯を行ったと目されており、ただしにこうした行いを常態化させているね。最近の中国海警備局のこうした尖閣諸島周辺海域での行動は、4隻が1セットとして活動している状態が多かったため、今回3隻で領海侵犯を行ったということにいかなる理由があるのかについても気になる点ではあるよ。こうした尖閣諸島の周辺海域の日本の領海に対し中国海警備局の船舶が侵入を行ったのは、直近では先月の2024年6月24日以来とされており、今年はすでに通算で24度目となっており、月平均で4回は同様の事態が発生している計算なんだ。これら沖縄県の尖閣諸島の周辺海域を管轄エリアとしている海上保安庁の部署は、沖縄県の沖縄本島に本部を構える第11管区海上保安本部になるが、同本部では引き続きこうした事態の警戒と監視を続けることを表明しているな。ここ近年は海上保安庁の活動といえば日本国内の大手マスメディアでも、このような尖閣諸島周海域における、中国側の船舶との対峙のニュースが取り上げられることが多く、日本の領土防衛の最前線に置かれている感も強いだろう。そんな海上保安庁だけど、その生い立ちを歴史の上から紐解くと、その創設は太平洋戦争の敗戦から3年後の1948年まで遡り、アメリカでは軍隊の一種であるアメリカ合衆国は沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置されたよ。今でこそ海上保安庁は英語での名称はジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊が定着しているけど、これも以前からというわけではなく、当時の2000年まで同組織を管轄していた運輸省が変更を表明して以後からなんだ。それまでの海上保安庁の英語名称は、ジャパンマリタイムセーフティボードもしくは、ジャパンマリタイムセーフティエージェンシーが当てられており、これがジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められたわけだ。その英語名称の改定の理由は、広く日本国民に海上保安庁の行う業務をわかりやすく理解してもらうことを目指し、同組織のロゴやそのマークを含め変更したとためと説明されており、まあ世界的標準に合わせたというべきものなのだろうな。さらに2001年には海上保安庁を管轄する主体が、運輸省から国土交通省へと変更されたことも手伝って、以後の同組織の船舶等にはすべてジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊の表記が施されることと相なったぜ。日本における海上保安庁のあり方については法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されており、その最初の第一条において活動領域は自国の領海接続水域排他的経済水域及び、日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域と考えることができるよね。しかし実際の海上保安庁法第一条では現在は、海上保安庁の活動範囲は海上という非常に、アバウトな文言が記述されているのみであり、日本を取り巻く沿岸部のみに限定されず、必要に応じて世界中で活動することが想定されているんだ。ただし海上保安庁が1948年に設立された際には、九段の第一条ではその活動の範囲を、港湾海峡その他の日本国の沿岸水域という記述とされていたものであり、以後の情勢の変化から今の表記に改定されたという経緯があったぜ。それは一例を挙げれば大型巡視船として1992年に就役した際には、世界で最大の規模を誇った、四季島に課せられた任務とも関連しており、当時の日本の原子力発電の施策を円滑に進める意図でもあったわけだ。当時の日本は自国内の原子力発電所において発生した使用済みの核燃料を、イギリス及びフランスが運営する再処理工場に送り、
そこでプルトニウムと放射性廃棄物に分離してもらい、保管する体制を敷いていたからな。この状況から日本では原子力発電所の稼働を継続することイコール、プルトニウムと放射性廃棄物が増加するという状態であり、このうち前者のプルトニウムを再度燃料として使用するプルサーマル発方式の発電を行うこととしたよ。そのために日本へとプルトニウムを輸送する必要が生じ、それには核兵器の材料ともなる L そのプルトニウムを、外敵から守る手段を講じることが必須となり、まずイギリスからのプルトニウムの輸送には同国の貨物船に武装要員を同乗させたんだ。続くフランスからのプルトニウムの輸送には日本のハレシンマルが従事したんだけど、ここでは64式小銃を装備した海上保安官が同乗した上で、さらにフランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられたみたい。こうした流れから以後は日本が独自にプルトニウムの輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることとなり、ヨーロッパから日本までのおよそ2万海里を、保安上の理由から無寄港で航行可能な船舶が求められたってわけ。そこでその目的の履行のために専用に建造されたのが大型巡視船の四季島であり、総トン数が7175トン、全長が 150.0 メートル、全幅が 16.5 メートル、深さが 9.0 メートルという収益時には世界最大の巡視船となったぜ。巡視船四季島は機関部にはディーゼルエンジン4機を搭載し、最大速力は25ノット、航続距離が18ノットの巡航で必要な2万海里を確保し、乗組員は110名と航空要員を別に30名を収容、回転翼機2機を運用できたらしい。ここに兵装としては90口径 35mm の連装機銃を2機と、20mm バルカン砲を2機搭載し、これは当然海上保安庁の巡視船としては2024年の現在でも最も重武装な巡視船であると言って良い充実したものなんだ。こうして建造された巡視船四季島は収益年の1992年11月に、計画通りにフランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事したんだけど、以後はプルトニウムの輸送が中止されたことにより、通常の巡視船として運用されたね。この初代の巡視船四季島もちょうど今年2024年4月には老朽化の進行が激しく退役をしており、当初は改修工事を施して収益年数を伸ばすことも検討されたが、32年に及ぶ収益期間を終えたよ。こうした海上保安庁の巡視船が対峙しているのが中国海警局だが、同組織は2018年に組織の再編を経て準軍事組織である武装警察に連なるものとなっており、事実上の中国の第二の海軍というべき位置づけに変化しているな。日本政府が尖閣諸島の国有化を実行に移した2012年頃の時点では、保有する船舶の総数は日本の海上保安庁側がおよそ50隻、中国海警備局側がおよそ40隻と日本側がリードしていたが、今やその数は完全に逆転されてしまったわけだ。この2024年時点では海上保安庁の保有する船舶の総数はおよそ70隻ほどだが、中国海警備局の船舶の総数は実に160隻に迫らんとするまで増強されており、この12年間で4倍もの数に及んでいると目されているね。ただし日本にとって幸いなことは、中国は尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海においても複数の周辺国と圧力を強めているため、中国海警局の船舶の全てが日本に向けられたものにはなっていない点だろうな。しかしいずれにせよ中国側が中国海警局の船舶の数を含め、体制を強化することに対処するため、日本側も海上保安庁の船舶数の増加を進めざるを得ず、人員をはじめ多くのリソースの拡充に予算の増加を強いられていることには変わりはないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。防衛省がイージスシステム搭載艦のガズタービンエンジン選定でロールスロイス社の MT30 エンジンを2機搭載するという情報をキャッチしたよ。今回のイージスシステム搭載は空前のデカさに変わるらしい。トマホークも搭載するようだが、これにヤマトの称号がつくのか気になるところだな。
今回は、イージスシステム搭載艦の心臓部にロールスロイス社 MT30 ガスタービンが採用される件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今後の日本の弾道ミサイル防衛 BMD を支える新戦力として、防衛省ではこの2024年度の防衛予算の中にそれを担うイージスシステム搭載艦2隻の新規建造費用を盛り込んでおり、この2隻の総額は3731億円が予定されているね。この艦艇のイージスシステム搭載艦という呼称は、現行の海上自衛隊が配備を行っている8隻のイージス護衛艦と名称上で区別するために用いられているもので、少しわかりにくい気もするが後者と別と示す意図があるんだ。ただしイージスシステム搭載艦は当初より日本の弾道ミサイル防衛 BMD を担当する艦艇として企画されたのかといえばそうとも言えず、2017年末の時点では陸上配備型のイージスアショア2セット分、アメリカから調達することが決まっていたぜ。このイージスアショアは翌2018年には1セットずつを北東は秋田県、南西は山口県の陸上自衛隊の演習地に配備展開することで、日本の国土全体への弾道ミサイル防衛 BMD を担当することが起訴され、それに伴う地域への説明会なども行われていたらしい。しかし2年後の2020年6月、当時の河野防衛省はイージスアショアが弾道ミサイルの迎撃用に用いる、リム-161スタンダードミサイル3通称 SM-3 を予定地の陸上自衛隊の演習地から発射した場合、近隣の地上に損害が生じる恐れから中止を発表したわけだ。これはイージスアショアが使用するリム-161スタンダードミサイル3通称 SM-3 を発射した場合、空中で不要となるブースター部分を切り離す型式となっているが、ここで切り離すブースター部の落下位置を制御できないとの理由からだったな。日本が時間と費用をかけてイージスアショアのプログラムソフトに改修を施すことが可能であれば、こうしたブースターの落下位置を制御する対策も講じることはできたかもしれないけど、弾道ミサイル防衛 BMD の体制整備は喫緊の課題となっていたね。そのため、日本政府ではイージスアショアの導入をきっぱりと諦め、その代替手段を2020年末までに同兵器のミサイルシステムを艦艇に搭載して対応することに変更。ここにイージスシステム搭載艦2隻の新造を行うことと相なったよ。イージスシステム搭載艦はその建造の決定後に一時期は、基準排水量でおよそ2万2000トン、全長でおよそ 210.0 メートル、全幅で 40.0 メートルほどの巨艦となる可能性も報じられ、従来のイージス護衛艦のほぼ倍以上の規模の排水量を誇ることも示唆されたね。ちなみに海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型の場合、基準排水量は8200トン、満載排水量は1万250トン、全長は 170.0 メートル、全幅は 21.0 メートルであるため、イージスシステム搭載艦の大きさがいかに尋常ではないかがわかるだろう。ここまで当初のイージスシステム搭載艦の規模が大型化することが想定された理由としては、もともと陸上配備型であったイージスアショアのレーダー等の機材をそのまま搭載するためには、艦隊の大型化が必須との見方もあったわけだ。また陸上配備型のイージスアショアの代替を海上に浮かべる艦艇で行うと仮定した場合には、波の影響で艦隊自体に強い揺れが発生してしまう事態を回避するため、できるだけ艦隊を大型化してその影響を最小化するためとも報じられたぜ。しかし当初の現行のイージス護衛艦に比して大きすぎる艦隊は、やはり実際の艦隊行動などを想定した場合には現実的ではないとの判断が下されたようで、今は基準排水量でおよそ1万2000トン、全長でおよそ 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルの規模に修正されているよ。まあその規模感でも十二分に現行のイージス護衛艦と比べれば基準排水量でも 1.5 倍には相当するため、西側諸国の駆逐艦等の水上戦闘艦の中では、アメリカ海軍のズムボルト級ミサイル駆逐艦に次ぐ規模となることは間違いないだろうな。さてそんな建造の決定から紆余曲折を経てきた艦のあるイージスシステム搭載艦だが、防衛予算上における正式な名称としては令和6年度工型警備艦と記載されており、
この表記は通常の海上自衛隊の護衛艦と同等であると言えるよ。イージスシステム搭載艦の建造については、1番艦を三菱重工業社が担当、2番艦を JMU ジャパンマリンユナイテッド社が担当することとなっており、前者の三菱重工業社による1番艦はこの2024年度に寄港される予定なんだって。イージスシステム搭載艦の2番艦の寄港時期については現時点では未定ではあるものの、最終的な収益の時期は1番艦が2027年中、2番艦が翌2028年中と目されており、寄港からはおよそ3年で実戦配備にまで至る計画となっているよ。この寄港から収益までのスケジュール感も、最新鋭のマヤ型護衛艦とほぼ同様の期間であり、基準排水量でおよそ 1.5 倍にも達する大型艦であること、全くの新造艦であることを考慮すればかなりスピーディーな対応とも感じられるぜ。そんなイージスシステム搭載艦であるが、この2024年5月末にはイギリスの航空機及び船舶用エンジン製造企業として世界的にも著名なロールスロイス社より、同艦の機関部を受注したとの情報が公式に発表されたな。ロールスロイス社の今回の発表によれば、イージスシステム搭載艦の機関部には同社の MT-30 ガスタービン機関が1隻に2機実装されると報告されており、この構成は世界的も採用例の多い同機関でも初の事例となるとされているよ。このロールスロイス社の MT-30 ガスタービン機関の名称、アルファベットの2文字である MT は、船舶用の機関部であるマリントレントを示す頭文字の略称であり、大元は同社の航空機用のターボファンエンジンであるトレント800を船舶用に改めたものだね。MT-30 ガスタービン機関はロールスロイス社の船舶用のガスタービン機関として最新の形式のものであり、日本の海上自衛隊でも最新鋭の護衛艦であるモガミ型でも式として採用されており、こちらは同機を1機とドイツの MAN 社製のディーゼル機関2機を合わせた CODAG 方式となっているんだって。ロールスロイス社の MT-30 ガスタービン機関は、本国のイギリスではクイーンエリザベス級航空母艦2隻や、8隻が建造予定26型グラスゴー級フリゲートに採用されているが、モガミ型だけで12隻の建造が決まっている日本の方がすでに採用席数は多いな。またそれ以外の国の採用例としてはまずアメリカがあり、フリーダム級沿海域戦闘艦で16隻、ズムボルト級ミサイル駆逐艦で3隻があり、特に前者は MT-30 ガスタービン機関が世界で初めて採用された艦艇でもあるぜ。さらにイタリアの強襲揚陸艦トリエステ、韓国のテグ級フリゲート8隻、オーストラリアのハンター級フリゲート3隻あと追加で3隻が建造予定への搭載が MT-30 ガスタービン機関は確定しており、今後も増加が見込まれるらしい。MT-30 ガスタービン機関は1機で少なくとも4万馬力後半から5万馬力前半の大出力を発揮可能であり、電力としても36メガワットから40メガワットを供給する能力を有しており、これを2機搭載するイージスシステム搭載艦も電力供給には期待ができるだろうね。ただし個人的にはもともと陸上配備型であった弾道ミサイル防衛 BMD のためのイージスアショアの代替を担うはずのイージスシステム搭載艦が、既存のイージス艦よりも強力な水上戦闘艦としても期待されているような動きには若干の違和感を感じすにはいられないな。日本は近年、地域の安全保障環境の変化に対応するため、防衛力の強化を進めていて、日本が向かう防衛力強化、特に弾道ミサイル防衛 BMD 体制の整備に注力しており、2024年度の防衛予算には新たなイージスシステム搭載艦2隻の建造費用として3731億円が計上されたよ。これらの艦艇は、日本の周辺国からのミサイル脅威に対抗するための重要な役割を担っているんだ。イージスシステム搭載艦は、最先端のレーダーとミサイルシステムを備え、日本全土の防衛網を強化することを目的としているな。また、防衛省は、地上配備型イージスアショアの計画を中止し、より柔軟な海上展開が可能な艦艇へと方針を転換したぜ。この変更は、技術的な問題や地元の反対によるもので、海上でのシステムは地上型よりも迅速に展開可能であり、日本の防衛戦略において新たな次元をもたらすものと考えられているらしい。
このように、日本は自国の安全を確保するため、防衛力を一層強化しており、新しいイージスシステム搭載艦の建造はその象徴的な一歩だね。これにより、日本の防衛体制は大きく前進し、国際的な安全保障環境の中での日本の位置づけも強化されることになるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。